秩父の流星祭り流星とは筒に黒色火薬を詰め竹竿を結んだ花火である上空で傘が開き様々な仕掛けが作動する埼玉県秩父敷地宅町には流星会館があり各地の流星が展示されている国内ではで伝承されている主に地域の神社の祭礼などに関連して行われる鎌倉時代に現行原稿で玄軍が使用したというその後 戦国時代に、のろしとして使用され、各地に伝わったのが起源だという説が有力である。構造は、三河は、遠州地方に伝承される、手筒花火と類似点がある。タイなど、東南アジアにも、似た形式のロケット花火が伝わっている。主に地元の人間の手により製造されており、工学や火薬の専門家が作成するものではない。土地の伝承や先輩、 コロなどのアドバイスにより、次世代へと受け継がれているものである。製造打ち上げ参加者は、流派と呼ばれるチームに分かれ、それぞれの流派が技能を伝承し、技を競っている。流星保存会で、火薬類製造営業許可を取得し、火薬取り扱いのできる専用の製造所を持ち、火薬の配合、重点作業を行う。平成30年3月に、 国の重要無形民族文化財に指定された。高画では昭和初期に現象が途絶えてしまったが、地元で製造に関わっていた人物の備忘録が発見されたため、火薬調合などを復活させることが可能になり、1976年より再開された。2007年の打ち上げで事故が生じたが、2008年の打ち上げに際しては安全対策を見直し無事終了している。 発祥は、戦国時代に、現在の静岡県藤枝市岡部町に今日構えた、今川市下身の朝日奈市と岡部市が用いた、緊急連絡用の呪のしが起源とされる。岡部町では、大技単位で、流星連と呼ばれるグループが、地域住民により形成され、各流星連ごとに伝承される技法にて製造を、行う。朝日奈大流星の開催に合わせて、 各流星連には、個人や地元の中小企業がスポンサーとして、名を連ね、流星連から選抜された呼び出しの独特の工場によって、その流星の仕掛けの特徴を暗示した短歌やスポンサー名が読み上げられ、打ち上げが行われる。朝日が大流星は、昼の部と夜の部に分かれて、それぞれ、約10発から15発前後が打ち上げられる。仕掛けは、昼の部は、幕付きの落下が、 複数銃を舞う、煙流、夜の部は落下山部分が発光する、花傘や、落下山に吊るされた紐の部分が発光する、連星などが中心で、それぞれ特色の違いが見られる。打ち上げから打ち上げ完了が呼び出しに、宣言されるまでは、長いもので五分以上に及ぶことがあり、その間に、流星本体を含む、各落下山からは、連続して、仕掛けが作動し、その光景を、 呼び出しが実況するのが基本的な流れである。各流星の打ち上げにあたっては15分から20分程度のインターバルがあるため、夜の部では通常の打ち上げ花火やスターマインなどがインターバルの間に打ち上げられる。この打ち上げ花火も流星の打ち上げ同様、呼び出しによって概要やスポンサーの向上が行われる。悪く言えば素人が製造するもののため、 必ずしも流星連の意図通りに打ち上げが完了するとは限らず、仕掛けや落下山が開かないまま流星が地上に墜落したり、上昇途中もしくは発射台でそのまま爆発するなどの打ち上げ失敗もしばしば見受けられる。完全に仕掛けが稼働して打ち上げが成功した場合、呼び出しは万歳参照で成功を祝うのが通例となっている。流星の製法は門外不出とされている。 流星の打ち上げに、スポンサーがつく場合、様よりのご剣発という言い回しがされる。流星の仕掛けの特徴は明らかにはされず、会場で販売される演目プログラムに記載される、単価によって観客が各自推測するようになっている。ありがとうございます。